関西で唯一の路面電車、阪堺電車で主力として活躍するのが、この601型と701型です。機械類は若干異なるんですが、外観も車内も全く一緒なので、今回は一緒くたにご紹介しようと思います。登場したのは1990年代。古いと思ったそこのあなた。甘い甘い。阪堺電車はもうすぐ100年を迎える車両もいるぐらいですから。行き先表示はもともとは幕式でしたが、LED に変更されています。ほとんど全ての車両に広告がついている阪堺電車。カラーバリエーションも豊富です。原色を探す方が難しいぐらい。インターネットで原色を調べてみると、古い画像しか出てきませんでした。一色塗りのものからこんなカラフルなもの。あと文字がいっぱい書かれているのも存在しますね。さすがに全てのバリエーションを網羅することはできませんでしたが、手当たり次第見かけたものは全部撮っていたので、それを一挙ご紹介します。さて、ようやく車内です。路面電車らしく、ロングシートが並びます。化粧板の色が従来の緑から白に変わったことによって、351型、501型にあった古臭さは消えましたね。まあ実際古いんですけどね。扉は金属むき出しのもの。まあこの時期に製造された車両ってどこもこんな感じですよね。ステップは従来の1段から2段になりました。これによって従来の車両には補助ステップが付けられましたね。ドア横の手すりはこんな感じ。素手仕切りからパイプが伸びていますね。ついでに素手仕切りのご紹介もしておきましょう。素手仕切りはただのパイプ式。路面電車にこれ以上何を求めるっていった感じ。でもまだ従来の車両と比べたら形状はまともになりましたね。その横にはバスと同じ IC カードリーダーが備わります。扉の上には路線図。従来の車両ではちょっとずれた位置にありましたが、路線図を貼る余裕ができるぐらい屋根が高くなったってことでしょうか。座席はオレンジ色のロングシート。だいたい7人と5人で12人掛けってところでしょうか。座り心地は親会社とほぼ同じ。従来の車両の問題点の一つ。垂直な背もたれもほんのちょっと改善されておりまして快適な座り心地です。ただ乗り心地はというとまた別問題。座席の下にはしっかりとヒーターがついています。吊り革はこんな感じ。柄の部分から握る部分にかけて広告枠が設置されています。このタイプの広告枠って珍しいですよね。同じ南海の子会社の仙北線では柄の部分に広告がついていますから。そうかと思ったらこっちは普通なんですよね。何かと曖昧なのが阪堺電車です。続きまして窓。先代は一段窓でしたが、どういうわけか二段のものになっています。開け方はどこの会社も同じ。左右のつまみを同時に持ってぐっと上に上げます。開けてみればこんな感じ。これでフルに開いている状態です。あんまり開きませんね。でも大丈夫。上からも開けられます。両脇のつまみを持って、で、こうやって下ろしてくるわけですが、そしたらちょうど重なるんですよね。うまい具合に上下から風が入ってくるわけです。日よけは爪を引っ掛けて固定するタイプのもの。この車両も古い割にやっぱり動きがスムーズ。ちゃんと手入れされてるんでしょうね。戸袋の部分にもしっかりと日よけがついていますよ。日よけは従来の車両と同じ。仙北線の3000系のリニューアル車で使われているのと同じものですが、あっちとは模様の向きが異なります。あっちと先代の351型、501型では縦向きでしたが、この系列では横向きとなっています。窓と窓の間の柱にはバスと同じような降車ボタン。一部こんな形のものもありました。ところどころ非常停車スイッチっていうものが備わります。一気に停車までさせちゃうんですね。一番前です。まあ一番後ろもですが。2画面のモニターがついています。表示されるのは次の駅と、均一運賃、ひたすらこれの繰り返しです。運転台横の降車口。
すぐ横にはバスで見かけるものと同じ運賃箱があるわけですが、だいぶ狭いんじゃないですか、これ。そうそう、製造したのは東急車両、親会社のコネなんだとか。照明はカバーのない蛍光灯、昼間は問題ないですが夜はちょっと暗いと思います。